銚子口の滝。静岡県静岡市清水区由比入山。2022年9月27日。由比市街地より県道76号線を北上し、由比北小を200メートルほど過ぎたところに標識があり、左鋭角に曲がる。あとはそのまま、道なりに進めば駐車場にたどり着ける。遊歩道が整備されて歩きやすいが、滝へとつながる遊歩道に崩落箇所があるため、立ち入りできなくなっているところがある。方向に階段を上ると展望台に出るが、全体が一度に見られないのが残念。階段の途中で中間の滝を見ることができる。分けると上段側には3段の滝が続き、下段側も5段と角度を変えながら落ちているので、前傾を捉えることはできないが、かなりの落差と脚力がある滝である。水が2段階で勢いよく流れ落ちている。湾曲した絶壁の前面に大小数格の滝が積み糸の脳に落ち、本滝の一部を除いて全て湧き水で、名所を、天然記念物に指定されている。銚子口の滝はダイナミックな絵様で、流れ落ちる迫力のある滝は、由比を代表する自然景観の一つ。